ドラマ、満腹、恋つぶ、など今注目を集める俳優、舞熊克也さん。現在、半径5メートルに出演し話題です。その経歴、高校、結婚、熱愛彼女はいるのか、ダンスや筋肉とは似てると言われる芸能人など、気になったので調べてみました。舞熊克也さんのプロフィール。名前、舞熊克也、舞熊克也。本名、舞熊克也、舞熊克也、旧芸名。出身地、広島県福山市。生年月日、1987年3月28日。年齢、34歳、執筆時。身長、180センチメートル。血液型、A 型。学歴、東京フィルムセンタースクールオブアート専門学校、映画監督科コース卒業。職業、俳優、所属、アルファエージェンシー、特技、ストリートダンス。趣味、パーカッション、経歴、3歳の時に見た映画、ET、で映画作りに関心を持ち、映画、タイタニックは一人で2回見に行き、映画、ターミネーター2は繰り返し見て壊れた VHS や DVD を何度も買い替えるほどだったと言います。2005年に高校を卒業後、映画監督を志して上京し、東京フィルムセンタースクールオブアート専門学校、現、東京放送芸術映画俳優専門学校の映画監督科コースに進学します。頭の中で思い描いた芝居が演者になかなか伝わらなかったことで自分でやった方が早いと俳優に興味を抱き、専門学校卒業後に俳優に転身し、芸能事務所ビビットに所属して活動を開始します。演出家の依子潤の下で芝居を学び、2010年の舞台 TICTAC で初舞台にして初主演を務めます。様々な商業作品に出演する一方で、2009年12月には映像制作集団、縁側フィルムスプロジェクトを立ち上げて、ショートフィルムフェスティバル2012の上映作品、ボエル、など多くの短編映画を制作します。2015年6月には芸名を本名の舞熊克也から舞熊克也へと改め、引っ越しのアルバイトの傍らで俳優活動を続けます。加藤新介と共にダブル主演を務めた専門学校時代の同級生、庄司宏監督の長編デビュー作品、剣と数が2015年の第28回東京国際映画祭にて日本映画スプラッシュ部門で作品賞を受賞し話題となります。翌2016年7月に劇場公開されると作品評価の高さから自主映画としては異例の3ヶ月以上にわたるロングランを記録します。同作での演技が評価され、第71回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞、大阪シネマフェスティバル2017新人男優賞、第31回高崎映画祭最優秀新進男優賞の各賞を次々に受賞、30歳を目前にした遅咲きの新人として一躍脚光を浴びます。毎日映画コンクールの表彰式会場で東映会長、岡田雄介の目に留まり、昔の東映映画に出ていた俳優のような、怖さが出せる俳優になってくれたら、との期待を受けて、岡田が制作総指揮を務め、ル・吉永小百合の出演120本目の大作、北の桜森、2018年3月公開に主役級の名優がキャストに名を連ねる中、ただ一人若手として抜擢されます。また、剣と数を見た制作スタッフからのオファーにより、私の奴隷になりなさい第2章ご主人様と呼ばせてください。2018年9月公開、および、私の奴隷になりなさい第3章お前次第、2018年10月公開、で商業映画初主演を務め、SM を題材とした作品で奴隷を調教するご主人様役を熱演し過激な濡れ場を披露。2018年の1年で、万引き家族、空飛ぶタイヤ、などの話題作からインデペンデント作品まで10本を超える公開作品に出演し、幅広い役柄を演じて、確かな演技力とかつての東映や日活の俳優を彷彿させる鋭い眼光と硬派な佇まいにより映画関係者から注目を集めます。また NHK 連続テレビ小説、満腹で朝ドラに初出演して存在感を発揮するなど、飛躍の一年となります。舞熊克也さんは、インスタントラーメン作りに挑む立花万平が経営していた製塩会社の元社員で、その後も何かと彼を手伝う森本元を演じました。
2020年、ドラマ、恋は続くよどこまでも、TBS で、技師、木杉浩一役を演じ話題となります。高校は、舞熊克也さんは、2005年に高校を卒業後、東京フィルムセンタースクールオブアート専門学校、現、東京放送芸術映画、俳優専門学校の映画監督科コースに進学します。同校は、2004年に開校した映画監督や俳優などを養成する専門学校です。俳優の津川雅彦長女誘拐事件さんや映画監督の新藤兼人さんが名誉学校長を務めていました。舞熊克也さんの出身高校は、広島県銀河学院高校です。同校は、広島県福山市にある、私立の共学校です。1980年に女子校として開校し、1998年に男女とも学校になりました。2019年3月の中国新聞の記事に、舞熊克也さんが卒業生として紹介されています。次ページ、舞熊克也さんの結婚や熱愛彼女は、アンドダンスや筋肉についても。結婚、舞熊克也さんは結婚しているのか、熱愛報道はあるのかなど調べてみました。2021年5月現在では、結婚しているという情報は見つかりませんでした。熱愛報道や彼女がいるといった情報も見当たらず、プライベートについては不明でした。ダンス筋肉、舞熊克也さんは、高校1年生の終わり頃ダンスを始めたそうです。カーがたまたま見ていたストリートダンスのレクチャービデオに衝撃を受けたのがきっかけでした。母はもともとダンサーで、当時地元のカルチャースクールでジャズダンスやバレエを教えていたそうです。子供の頃の夢は映画監督でしたが、高校卒業後の進路を決めるとき、振付師という選択肢も頭によぎるほどダンスに真剣に取り組んでいたそうです。上京後も10年ほどダンスのレッスンを続けていたそうです。ダンスをやっていなかったら俳優になっていなかったかもしれません、とインタビューで話しています。舞熊克也さんは、筋肉、と検索されています。ネット上で、筋肉がすごい、という声が上がっているようです。調べてみましたが、舞熊克也さんの筋肉がわかる画像などは見当たりませんでした。2018年公開の映画、私の奴隷になりなさい第2章ご主人様と呼ばせてくださいに過激なシーンが話題となりましたが、その時舞熊克也さんの筋肉がすごいと話題になったのかもしれません。次ページ、舞熊克也さんの似てる芸能人は、&現在の活動についても。似てる、舞熊克也さんは、似てる、と多く検索されています。SNS などネット上で、舞熊克也さんに似ていると言われる芸能人が何人か上がっているようです。調べてみたところ、松田龍平さんや真島秀和さん、おじゃる丸の星野くんに似ているという情報が見つかりました。松田龍平さん、真島秀和さん、おじゃる丸星野くん。星野くんは、アニメ、おじゃる丸に登場するキャラクターです。私の中で舞熊克也は、おじゃる丸に出てくる星野にしか、見えない？現在、2021年5月現在、舞熊克也さんは、ドラマ、半径5メートル、NHK、コントが始まる、日本テレビに出演しています。芳根京子さん主演の、NHK のドラマ10、半径5メートル、では、週刊誌のフリー記者、山部明人役を演じています。津田正樹さん主演のドラマ、コントが始まる、では、菅田将暉さん演じる主人公、高岩春人の兄、俊春役を演じています。2021年8月には、映画、孤狼の血レベル2が公開予定となっています。2021年も出演作が途切れることなく大活躍の俳優、舞熊克也さん、これからどんな作品に出演するのか、とても楽しみです。以上、舞熊克也さんについて、奶奶，呜！我还这样叫你干，还他妈管你呢？看，都压着。到山来。上主，来哥哥哥哥去吹了。
Rồi đưa 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 ba lô anh đeo chưa? Chưa buộc hết dây bảo hiểm chưa? Dạ chị dạ xó. Cho này nó thấp hơn. Nhẹ hơn cái trò cao. Nó xuống từng bậc một. Cái kia cơ, cái trò kìa. Nó mạnh quá lên kia chỉ một lượt thôi. Ờ, lượt thứ hai chắc là... Nó không có nhưng mà ấy. Nó thế thôi. Hết đi à? Cái này bình thường đúng không? Cái này nhẹ có gì đâu. Nhẹ đây, bọn trẻ con đấy anh ấy. Sang trò bên kia kìa, chơi cái cảm giác kia kìa. Bên kia chơi kinh thật. Bên kia chơi phê đấy. Trước này chơi cái trò cầu bông này nó vui ấy. Phê ơi là phê. Đi ra đi. Trò rơi rơi tự do.
Fail. Fail. Ha? Anak ini jangan nak sekolah. Ini nó kia, nó kia. Đi lên nó kia, dây nền. Mãi không xuống à? Vui thế gì?